ニオンズ、星さん。怪盗グルーシリーズの人気キャラ、ミニオンのスピンオフ作品。この映画は過去2作とほとんどつながりはないので単体でも最後まで面白く見られる。というか怪盗グルーシリーズはファミリー向け CG アニメなので孤児だったり親子愛みたいなノイズ要素が多いのぜ。その点この映画はミニオンを中心にしたおバカエンタメファミリー向け映画で、ノイズ要素がゼロなので一番面白い映画なのぜ。もともとはバナナの成分からグルーが作ったという設定はなかったことにして何万年と強いボスを探すために単細胞生物から生まれたミニオンが、新たなボスを見つけるために旅に出るシナリオ。はじめのボスをめぐるショートストーリーが UP 並みに秀逸でここで一気に一部から多数の人族の真の像をつかみます。次にこのミニオンというキャラクターはハリウッドが生み出した奇跡のようなキャラクターで、ジパングの人族では決して生み出せない最高のキャラデザをしております。一つ目がキモいと可愛いのバランスが絶妙だということ、スポンジボブのような目玉が強調されたクリーチャーデザインであり、性格はおバカな子供、だけど子供じゃないクリーチャーだから反感を買わない、そして優れた CG 技術を使った口周りと表情のデザインがキモさを強調しててディモールとでね。とりわけ歯とか舌をしっかり作り込むことによって人間のようなキモさが目立つ作りはモンゴロイドの完成には存在しない優れた特徴なのぜ。ミニオンたちの口周りの表現だけじゃなくて全体的な CG の綺麗さや影の作り、街並みのぎっちぎ感など CG の品質が極めて高い美しい世界観が門芸すんばらしい出来なので、次にミニオン語と呼ばれるミニオンが喋る言語を生み出したアイデアが素晴らしすぎます。ミニオンは主に主要7カ国の言語をランダム組み合わせて喋るのですが、ところどころで例えばジパング語で仲間って言ったりするのでその国の言葉を拾った人族はミニオンに親近感を覚えます。こうやってランダム言語を喋らすだけで、主要7カ国の人族の共感を呼ぶ戦略がミニオン語には含まれておりこの発明は門芸お上手すぎてあんこが震えました。最後までおバカではちゃめちゃなクリーチャーのミニオンたちを微笑ましくたしなむことができますしシナリオもノイズが一切ないエンタメ映画なのに、ファミリーデートムービーだという極めて素晴らしい映画です。全世代におすすめ。